ら、まずは海を見に行こうよ。見てろよ、絶対あるんだから。お前の夢ってのが叶ったら、その後はどうする？わからない。叶えてみないことにはな。俺は、このまま地下室に行きたい。まったく、どいつもこいつも、ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえと、やってられなかったんだな。みんな、何かの奴隷だった。それだけじゃないよ。海だ。エルヴィン。先生、壁の外に人類がいないって、どうやって調べたんですか？夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。獣の巨人は俺が仕留める。リヴァイ、ありがとう。許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。その上、一度は地獄から解放されたこいつを再び地獄に呼び戻そうとした。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだよ。